読んでみるか。やっほー、ルーク、アニスちゃんです。ていうか超退屈だよ。相変わらずイオン様はぼやーっとしてるし、周りはしょぼくれたジジイしかいないし、アニスこのままじゃ生き遅れちゃう。なのでルークがどうしてもって言うならいつでも公爵夫人になってあげるからね。旅費送ってくれたら遊びに行ってあげちゃう。船は豪華客船プリンセスナタリア号の特別室でよろしく。はい。ルーク、元気にしてるか。俺はピオニー陛下のご厚意でグランコクマに屋敷を構えてなんとか生活している。俺も一応貴族なんで貴族院にも顔を出すようになった。もっとも今の仕事は陛下の飼ってるブウサギを散歩させることでね。使用人プリはお前のところと変わらないぜ。あの陛下を相手にしてるとお前が懐かしくなる。ぜひこっちにも遊びに来てくれよな。ブウサギさん、ルークへ。外郭大地が降下したことでユリアシティは一時混乱。このユリアシティとローレライ教団上層部との関連が末端の教団員にも知られ始め、祖父テオドールが新しい体制作りに奔走中、兄バンの罪はすでに死亡したこともあって、一部オラクル騎士団員が教団から離席し、全ての鎮静化にはまだ時間がかかると思われる。あの、これじゃ報告書。お前さんもアルビオールを借りに来たのか。ってことはお前さんにそっくりのアッシュと言ったかの。どうしてもどうしきられてな。3号機を貸してやった。いつですか？一月前ぐらいかの。ああそうそう、外郭大地降下作戦の頃じゃ。ラジエイトゲートへ行くと言っておった。その後は何か言ってなかったですか？いや、アッシュさんならユリアシティに行くと言っていましたよ。3号機は兄の銀次が操縦しているのですが、この間戻ってきた時に次はユリアシティへ行くと。まあそういうことらしいわい。もちろんです。ありがとう。そんなことありません。私は空を飛ぶのが好きですし、
私アルビオールを外に運んでおきますね。ところでどみんなを訪ねに行きます。アッシュさんを追いかけるならユリアシティへ行くですの。ティアさんもいるですの。勝手に決めんなっつーの。なんじゃ、てっきりプラネットストームの活性化のことかと思っとった。そっちにも話が行ってるのか。うん、今はまだ大丈夫だが、これ以上プラネットストームの威力が激しくなるとタルタロスでは近くの振動を抑えられないかもしれぬぞ。そっか、ユリアシティに行ったらそのあたりも聞いてみるよ。アッシュのやつ、ユリアシティに何の用があるんだろう。行き先が分かってよかったですの。そうだな、ユリアシティにはティアさんもいるしちょうどいいですの。何がちょうどいいんだよ。みょ、ご主人様、ティアさんに会いたくないですの。ティアに会いたいっていうか、うん、みんなとだな。ティアさんに会いたいですの。ティアだけじゃねえっつってんだろ。とっとと行くぞ。アッシュがどっか行っちまったらまた面倒だろうが。みょ、何怒ってるですの。なんか今日のお前ムカつく。わけがわからないですの。久しぶりですな、ルーク殿。ご無沙汰してます。ユリアシティはどうですか。少し混乱したと聞きましたけど。ユリアのスコアから外れた世界がどうなっていくのか、いろいろと心配していましたが、まあなんとかなっているようです。ところで今日はどういったご用件で。あの、最近アッシュが訪ねてこなかったかと。ああ、彼なら少し前に来ましたよ。近くですか。ローレライがどうとか詳しいことは話してもらえませんでしたが。ローレライ、アッシュ、ルーク、鍵を奪う。その鍵で私を解放してほしい。栄光をつかむ、私を捕らえようと。あの時聞こえた声と関係があるのか。だからご主人様、どうしたですの。あ、いや、なんでもないよ。あるいはアッシュ殿もプラネットストームの活性化を気にかけているのかもしれませんな。近くの振動はそんなに危険な状態なんですか。いえ、今すぐどうということはありません。その気になるようでしたらティアに聞いてください。アッシュのやつ何やってるんだ。あいつこのままバチカルの家には帰らないつもりなのか。わかんないですの。近くにローレライにプラネットストームか。やっぱ俺だけじゃさっぱりわからねえ。ティアさんに聞けばわかるですの。報告書をまとめてるみたいだから、きっと何か手がかりを持ってるだろう。とにかくティアに会わないとな。はいですの。
久しぶり。手紙ありがとう。私手紙なんて初めてで。まあ個性的だったよ。私ね、今ちょうど兄さんにあなたのことを話しかけていたの。ティオ、兄さんはスコアをなくすためにオリジナルの人類を見捨てようとした。でも今のこの世界だってスコアのない世界にできるはずだわ。兄さんはなぜあんな極端な方法を選んだの？ルークの方法の何がいけなかったのって。私はこの1ヶ月ずっとそんな風だったわ。俺だって同じだよ。考えれば考えるほど怖くなるんだ。俺はあの屋敷に住む資格がない。あの家にいるべきなのはアシだ。でもあの家を追い出されたら俺はどうやって生きていったらいいのかわからない。どうしたって生きていけるわ。貧しくても働いて。そんなことはわかってるんだよ。ごめん。だけど俺には本当は名前もない。家族もいない。空っぽだ。だけどあの屋敷にいればルークって役割がある。少なくとも不安にならなくて済む。でも今のあなたは暗い顔をしているわ。母上の言う通りか。俺やっぱりそんな顔してるんだな。本当は家にいたって居場所はないんだ。みんな俺のことをレプリカって見てみるんだから。そう。でも少なくともあなたのお母様はそんな方ではないでしょう。だけどアッシュが帰ってきたら俺なんかいらないって言われるんじゃないか。あなたナタリアの騒ぎの時インゴベルト陛下に言ったことを忘れたの？7年間一緒に暮らしてきた記憶は本物でしょう。それはあなたのご両親だって。理屈じゃ分かってるんだ。俺は俺だって。だけど俺ってなんだ。先生が言ってただろ、何かのために生まれなければ生きられないのかって。少なくとも俺はそうだよ。不安なんだ。俺は何のために生まれたのかって。あなたにとって旅は何だったの？変わるための旅じゃなかったの？変わりたかった。でも変わるにはまず俺が必要だ。だけど俺にはそもそも俺がないんだよ。だから俺自身を探さないといけないんだと思う。本当にあなたにあなたがないのか、みんなに聞いてみるといいわ。みんな？一緒に旅をしたみんなよ。私もついていくわ。だけどお前正気で体が。痛みは薬で抑えられるわ。正気はもう消えているから。それに。それに？何でもないわ。ちょうど報告書をダートに届ける仕事があるの。ダートならアニスがいるでしょ。分かった、一緒に行こう。だけど無理はするなよ。え、ありがとう。
ですから、この石は犠牲を表しているのです。はい、以上をもちまして石碑の説明を終わります。ありがとうございました。これが説法台です。アニス、施設外でお布施をいただくのは禁止されているはずよ。うわ、ティア、それにルークまで。見逃してよ。ダメよ。パパとママが騙されて作った借金を返さなきゃいけないんだもん。ね、ね。なんだかすげえな、その。そうでしょう、ルーク。かわっ。おかげで私のお給料もパパたちのお給料も全部取り上げられちゃうんだから。それはお気の毒だと思うけど、だからってあなたも騙していいわけじゃないでしょ。ブー。じゃあ返してくるよ。あ、待ってくれよ。俺たちイオンに会いたいんだ。取り付いてくれないか。はい、じゃあ教会で待っててください。もう人使い荒いんだから。何も知らないくせに。アニスもなんだか相変わらずって感じだな。ですの、元気いっぱいですの。それにしても規律を破ってお布施を取ろうとするのはいけないわ。まあちょっとぐらいいいんじゃないのか。相手も納得してたし。ダメよ、騙すことには変わりないんだから。ダメですの。わかったわかった。それにしても借金か。大変そうだったな、アニスのやつ。そうね、ご両親が騙されたって言ってたけど。後で詳しく話聞いてみた方がいいのかな。どうかしら、彼女にも事情があるでしょうしね。そっか、あんまり立ち入ったこと聞くのもまずいか。とにかく今はまずイオン様に会いましょう。そうだな。行くですの。ルーク、ミュウ、久しぶりね。久しぶりですの。そうだな、なんだか随分会ってなかった気がする。そうね。にしてもティアは相変わらずだな。いつでも行動できるように準備はしておいたから。ミュミュ。すべての大地が降下してもまだ何が起こるかわからない。そんな時この教団の衣服の方がいろいろ都合がいいもの。何言ってんの。え、この格好のことでしょ。本当相変わらずだな。なんかちょっとほっとした。なんだかご主人様ちょっと元気出たですの。ん、少し気が楽になったって感じ。はどうなったんだ。大越職を追われたわ。今サモン会のために交流中よ。ってことは今ローレライ教団の最高権力者って誰だ。今も昔も同志ユオンよ。あ、そっか、なんかモースのやつがずっと偉そうにしてやがったから忘れてた。お待たせ。それにしても久しぶり。特にルーク、手紙送っても返事ないし、何してたの。ああ、ごめん。イオン様も心配してたよ。バンを倒したことでルークの探していた答えが見つかるといいのですが。あ、いや、それは。もう、うじうじしてるな。こっちはそんな暇もないよ。相変わらずみんなスコアを読んでくれってくるから。とてもじゃないけど宗教改革なんて無理って感じ。そっか、みんなまだスコアを知りたがるのか。クリフォトに落ちたことは教団のクローズドスコアだったと思ってるのよ。
だからスコアは外れてないって思い込んでてね。イオン様、大変ですの。ああ、あいつまた無理して倒れてないといいけどな。あと2人とも。リュウもいるですの。わかってるよ。3人ともイオン様に用があるんだよね。イオン様はお部屋だよ。よし、行くか。お久しぶりです。よかった、元気そうだな。ええ、あの旅以来ダート式浮術を使う機会がないので体調がいいんです。あなたはどうですか？ああ、なんかダメダメみたいですよ。ダメダメとか言うな。まだ悩んでいるんですね。イオンはもしオリジナルが生きていたらどうしてると思う？アッシュのことが気になりますか？気にならないわけないだろう。そうですね。僕は無論仮定の話になりますが、レプリカという存在を世界に知らせるための活動をしたいですね。イオンらしいな。あの旅で僕は誰かの代わりではありたくないと気づいたんです。ようやくですけどね。どうしよう。プラネットストームの活性化に関する報告書をお届けに上がりました。セブンスフォニも大量消費。これがプラネットストーム活性化の原因ですか？はい、セブンスフォニムの大量消費に関しては未だに原因が不明です。それにそこにも書きましたが、プラネットストームの活性化は兄の計画の一つでした。最近アブソーブゲートへ何者かが侵入した形跡もあると聞いていますし。あなたはバンが生きていると考えているのですか？いえ、兄がというより兄の残した計画がというべきなのかもしれません。レプリカ第一計画の亡霊がうごめいているような気がするのです。先生の計画か。先生はどうして徹底的にスコアを消そうとしたんだろう。ハウ、イオン様、そろそろ英士会の会合が始まりますよ。そうでしたね。すみません、時間がなくなってしまいました。せめてお二人をお見送りしますよ。そんな、申し訳ないです。見送りたいんです。行きましょう。ルーク、なんだってお前がここに？それはこっちのセリフだよ。いや、それが。おっと、どうしイオンもご一緒ですか？ちょうどいい。僕に何か？マルクト貴族院を代表してまいりました。お耳に入れたいことがあるのですが、正式な手続きを踏んだ方がよろしいですか？時間もないことですし、この場で結構です。第一、そのために僕の友人であるあなたが使わされたのでしょう。ご明察です。ご報告は2点あります。まず1点、グランコクマの収容所からオラクル騎士団のディスト教師が脱獄しました。2点目はモースのことです。ディストは
元大英士モースをサモン海へ護送する船を強襲した模様。巡回中のマルクト海軍が見つけた時、船の乗組員は全滅しており、護送中のモースの遺体はなかったそうです。リストがモースを助け出したってことかしら。そうなるな。とにかく以上の経緯を踏まえ、くれぐれもご注意くださるようにとのことです。アブソーブゲートで先生の剣を持ち帰ったのってリストなのかな。そんなことがあったのか。なんだか嫌な感じだな。アッシュはアッシュでローレライのこととか調べてるみたいだし。アッシュか。そういえばあいつ結局バシカルに戻ってないんだな。なんで知ってるんだ。この間グランコクまで奴に会ったんだよ。その時に六人称から目を離すなって忠告を受けたおかげで、リストの脱獄にいち早く気づいたってわけさ。あいつ他に何か言ってなかったか。そういやセントビナーに行くって言ってたな。ローレライの解放がどうとかって。あいつもローレライの声を聞いていたんだ。あいつには意味が分かったってのか。何、どうしたのルーク。俺セントビナーへ行く。アッシュを追いかける。なんだか分からないが、とりあえずアッシュを追いかけるなら一緒に行こうぜ。俺も奴を探すように陛下に言われてるんだ。ガイ、うん、ありがとう。あのイオン様、どうしました。私も一緒に行っていいですか。一人で行くんですか。珍しい。もちろん構いませんよ。僕もちょっと気になりますから。アッシュの言葉。そうですね、リストから目を離すなではなくて、彼は何か知っているのかもしれません。よし、みんなセントビナーへ行こうぜ。皆さんお気をつけて。なんかドタバタの再会だけど、まあ久しぶり。ええ、久しぶりね。お久しい。なんかいろいろ頑張ってるっぽいじゃん。まあな、ピオニー陛下もジェイドも人使い荒いのなんの。お前んとこの使用人だった頃の方が忙しくないかもな。ところで元大英士とディストの足取りはつかめていないの。君も相変わらずだね。ん、そうかしら。服のこと違うだろう。ともかくモースとディストは今のところ手がかりなしだ。教団の本部に帰るわけにもいかないしね。どこ行っちゃったんだろう。アッシュのやつが知ってるかもしれないな。会って話を聞いてみれば何かわかるだろう。六人称のことだけじゃない。あいつはローレライについても先生の計画についても何か知ってる気がする。そうね、セントビナーに急ぎましょう。あ、髪を切ったのか。は？そうか、さっきのはカツラか。何が髪が伸びるのが早いじゃ。お前さん
性格の悪いところがジェイド・ボーヤーに似たんじゃないのか。アッシュのことね、きっと。しかし髪が伸びるのが早いってどんな言い訳だよ。あいつ案外ボケ担当なのかもね。俺そっくりの髪の長いやつアッシュって言うんですけど、どこに行ったか知りませんか。なんじゃ、あれはお前さんの双子の兄弟かなんかか。ある意味一卵性だよね。アッシュが聞いたら怒るだろうけどな。そんなとこです。シュレイの丘じゃないかの。あそこが崩れてはいないか、入れるのかといろいろ聞かれたからな。何かあったのかの。わしは息子のところへ行くがもういいかな。ありがとうございます。シュレイの丘か。ちょっと足を伸ばしてみるか。アッシュが生きているからその重みがあるんだ。バカだよな、自分を誰かの代わりだなんて思っちまって。もう一人自分がいるなんて普通考えないよ。まあな、けど本当は単純な話なんだと思う。自分が本当はどうしたいのか、それだけなんだよな。私たちはロープに何できないのかしら。こういうのはね、結論を出さないと。それが人間ってものさ。でもティアもアニスも全然変わらないな。ブーブー、私ちょっとだけ背が伸びたし胸も大きくなったんだから。そう、それは失礼。でもガルドへの執着心は変わってないな。ティア、賭けは俺の貸しだぜ。あ、それならミュウのご主人様の座は俺のままか。ちぇ、もっといいものかければよかったな。なんだ、そんな賭けをしてたのか。勝っても負けてもルークは痛くも痒くもないじゃないか。そうだよ、どうせならパーッと1億ガルドとかかければいいのに。というかそれなら私が受けて立つのに。いくら俺でも勝手にそんな大金動かせるかっての。なあルーク、もしかしてお前
アッシュに会うのが怖いのか。久しぶりに会ったのに、ガイにはすぐ分かるんだな。そりゃお前、付き合い長いしな。ガイは、もう親父のこととか、ホドのこととか、このまま…良くないって言ったら、何か変わるのか。それは…戦争だったんだ。俺以外にも同じ思いをした奴はいる。それに比べれば、俺は本当に知りたかったホド戦争のいきさつを当事者から聞くことができたしな。二度とあんな殺し合いが起きないように働く方がよっぽど建設的だろ。ガイはあの旅で過去の自分と決別したのね。そういうことかな。まあ心残りもないわけじゃないが、今さらどうにもならないことだからな。えらい、さすがガイラルディア伯爵様。ありがとう。まだ慣れてないんだ。すまない、突然来られると心の準備が。ルーク、奥へ行くわ。ああ、怖いなんて言ってちゃダメだもんな。ガイだって克服したんだし。嫌味かそれ。黒人将が死んで、オラクルは再編成中よ。どの部隊も待機中のはずなのに。アッシュがここに来てるなら、アッシュの命令じゃないか。アッシュも軍規違反で特務師団から外されているわ。なんだか嫌な予感がする。奥へ行こう。ローレライの鍵を渡してもらいましょうか。断る。教官、反応が遅いな。ティア、予想外の事態にも対応できるよう体に覚えさせろと教えたはずだ。教官、生きていらしたんですか。あの雪崩で生きてるなんて。アリエッタの魔物たちに救われてな。しかし、あの雪崩で怪我を負ったために閣下を守ることができなかった。だが世界は我らに味方している。今度こそ閣下の願いを実現する。やらせるかよ。アッシュ、次はローレライの鍵を渡してもらうぞ。教官たちが生きていたなんて。それならやっぱりあの人たちは兄さんのレプリカ第一計画を引き継ぐつもりなのかしら。アシュ、大丈夫か。相変わらず感じ悪いっつーの。リグレットが生きてることを知ってたのか。リグレットだけじゃない、六人種は全員生きている可能性がある。おかしいわ、シンクは近くに落ちていったのよ。それが生きているのなら、兄さんだって。まさか、先生が生きてる可能性があるから、資格のことを調べていたのか。のんきなもんだな。お前があの時、ローレライと繋がっていれば。いや、俺がフォニム化してるってだけか。待てよ、アシュ！お前何言ってんだ！あの時って、ローレライの解放してくれって声のことか。あれってどういう意味だったんだ。声の通りだ。ローレライは閉じ込められたんだよ。閉じ込められた？どこに？閉じ込められるとなんか問題でもあるの？世界中のセブンスフォニムの総量が減る。するとその分を取り返そうと
プラネットストームが活性化してセブンスフォニムを大量に作り出す。待てよ、そうなると地殻の揺れが激しくなってタルタロスだけじゃ揺れを打ち消せないんじゃないのか。ってことは正気も復活、それってマジヤバじゃん。なあアシュ、ローレライはどこに閉じ込められたんだよ。ローレ、それでなくても俺はお前の尻拭いをやらされてるんだ。これ以上俺に面倒をかけるな、役立たずのレプリカが。そんな言い方しなくたっていいだろう。うるせえ。おい待てよ、皇帝陛下がお前の話を聞きたがって。やれやれ、頭に血が昇ると人の話を聞かなくなるのは誰かさんと同じだな。だけどどういうことなの。教官たちがレプリカ第一計画を受け継いだのならセブンスフォニムの大量消費はレプリカ製造が原因のはずよ。それともローレライがどこかに閉じ込められたことも計画の一部なのかしら。それに教官が言っていたローレライの鍵のことも気になるわ。まさかユリアが使っていたという鍵のことなのかしら。アッシュなら知ってるんじゃない。追いかけてみようよ。怪我してたみたいだし、セントビナーに立ち寄るかもだよ。そうだな。おいルーク、そんな顔してないで元気出せよ。そんな顔、泣きそうな顔してるぞ。泣いてなんてないよ。わかったわかった、とにかく気を取り直していこうぜ。うん。アッシュには伝わったことが俺には伝わらなかった。俺やっぱりレプリカなんだな。リグレットが生きていたとはな。ってことはあの時リグレットと一緒に雪崩に飲まれたアリエッタやラルゴも生きていると考えられるわね。むむー、アッシュの話だともしかしたらシンクや首席総長も生きてるかもなんだよね。兄さんの生死に関わらず教官たちはレプリカを生み出しているんじゃないかしら。そのせいでセブンスフォニムが減少していると考えるのが自然なのだけど。アッシュはローレライが閉じ込められたからセブンスフォニムは減少するって言ってたな。アッシュからもっと詳しい話を聞かないとね。ええ、急いでアッシュを追いましょう。ルーク大丈夫か、行くぞ。ああ。お前また自分はレプリカだからアッシュより劣ってるとかくだらないこと考えてるんじゃないだろうな。そんなことねえよ。そうかならいいけど、